はい、ではたけちゃん先生からの挑戦状その4ということで、今回の問題は円周率が 3.05 より大きいことを証明せよという2003年東大理系の超超有名問題です。はい、でこの問題僕前に取り組んだことあるんですけれども、今回は改めて解説ということでやってみたいと思います。まずこの問題を解くにあたって円周率というのを確認すると、円周率というのは円の直径分の円の周の長さ、円の直径と円の周の長さの比でした。なんですが、これこのまま考えていくというよりも、円の直径、例えば円の直径が1の円を考えていくと、円周率というのは円の周の長さイコールになるので考えやすいです。なので今回は直径1の円を考えていきたいと思います。直径1の円を考えたときに、この問題を証明するにはどうすればいいかっていうのは、この円の周の長さ今イコール円周率なので、これよりも小さいものが 3.05 より大きいということを証明していきたいと思います。この円の周の長さより小さいもので、まずそこで求められそうなものが、まず正六角形を例えば考えたときに、円に内接する正六角形を考えたときに、この一つの三角形は正三角形になり、2分の1、2分の1なので、この正六角形の一辺も2分の1になります。なので2分の1かける6をすると3で、この正六角形の周の長さは今3と分かったんですけど、これは 3.05 より小さいので、これでは証明できないということになります。なので次に正十二角形を考えてみたいと思います。一辺の長さが2分の1なので、今度は先ほどここ60度だったんですけど、内角この角度は30度となります。そうすると正十二角形の一辺を x としてやると、これは余弦定理で求めることが、 x の2乗は2分の1の2乗プラス2分の1の2乗マイナス2の2分の1かける2分の1かける cos30°なので2分のルート3で、これを計算すると、4分の2マイナスルート3と出てきます。はい、なので今この直径1の円に内接する正十二角形の一辺の長さっていうのは、まあ x は正だからルート取ってこうなりますが、ちょっと二重混合が出てきてややこしそうなので、僕はこの x 二乗の形を残したまま一回考えていきたいと思います。今証明したいものは 12x っていうのは正十二角形の周の長さ、これが 3.05、 これを示したいんですけど、x は二重混合になってしまうので、これをちょっと二乗して考えていきたいと思います。 12x の二乗は 144x の二乗で、これが 3.05 の二乗、これを計算すると、3025になります。はい、これを示していきたいですと、ちょっと二乗したもので考えていきたいと思います。で今 144x 二乗っていうのは、先ほど x の二乗っていうのが4分の2マイナスルート3とは出たので、これは362マイナスルート3。はい、今こことこれを比べていきたいんですけど、ここでルート3っていうのは人並みに汚れやで 1.73 なんですけど、ルート3っていうのは 1.73 より大きくて 1.74 より小さいっていうことを言うにあたって、1.73 を二乗したものよりルート3の二乗、つまり3が大きく 1.74 の二乗は小さい、これは一応計算してちゃんと出しましたよっていうことを証明するために書いておきます。より、そのままルート3イコール 1.73 って書いてし、ニアリーイコールかな 1.73 って書いてしまうと減点される可能性があるらしいので、このように一回書いてみて、書いておいて、より 1.73 よりルート3大きくて 1.74 なので、今 2- ルート3っていうのは、2- それより大きい 1.74を引いたもの、これは 0.26 より大きいということがわかります。なので今
36の2マイナスルート3っていうのは、すいません、なので36の2マイナスルート3で 36×0.26 より大きい。でこれを計算すると 9.36 なので、今ここが 144x の2乗なので、 144x の2乗は9.36 より大きい。つまり 9.36 っていうのは 9.3025 より大きい。はい、今この示したいところが分かったことになりますね。うん、なんでまあ書くと 144x2 乗っていうのは 3.05 の2乗より大きいと分かります。でこれ今戻すと 12x は 3.05 より大きいということが示したことになります。でこれは何を示したかっていうと、直径1の辺に内接する正十二角形の周の長さは 3.05 より大きいということが示せました。であとは一言、今この円周率っていうのは、直径1の円の周の長さでしたね、より、長さの方が小さくて、これが、さらに 3.05 より大きいということは、こことここ比べたときに円周率は 3.05 が言えたとなります。でまあ円周率っていうのは円の直径と円の周の長さの比だと。で円の直径っていうのは、円の直径1の円を考えたときには、円周率の円の周の長さになる。円の周の長さが 3.05 より大きいことを証明するために、一回間にその円の周の長さよりも短いもので自分が長さを出せそうなものを考えて、間接的に大きいことを吟味するっていうところが大事というか、まあ方針の流れだったんですけど、結構やっぱ文系とかだとそれを思いつくのは結構難しいかなと思いました。であとは二重混合で処理していくことも可能なんですけど、ちょっとだけ工夫して二乗残したまま吟味していくっていう風にしていけば、まあなんと分かりやすかったのかなと思います。あとは近似値を取っていくところがちょっとだけややこしいかなと思いました。という形で今回は2003年東大理系の超有名問題を解説させていただきました。でさらに詳しい解説や発展的な内容は概要欄に貼っておきますけれども、竹ちゃん先生のチャンネルの方でしてくださった、竹内先生がしてくださっていると思いますので、ぜひ数学力をさらにパワーアップさせたい方はそちらの方もご覧ください。今回はご視聴ありがとうございました。はい、で最後にですね、前回の竹ちゃん先生からの挑戦状その3の動画で、僕が解説した動画、ちょっと解説が不十分なところがあったので、それを補足させていただきます。問題はですね、XY 平面において点 AX0Y0 と直線 L、AX プラス BY プラス C イコール0の距離は、ルート A の2乗プラス B の2乗分の絶対値 AX0 プラス BY0 プラス C である。これを証明せよという大阪大学の過去問の問題でした。で、僕が証明、前回の解説で、証明したのは、この A と B が両方0の場合の時だけでした。で、これだとやはり不十分なので、しっかり A は0ではなくて B は0の時、A は0、B は0ではないの時についても証明しておく必要がありました。はい。で、まず A は0ではなく B は0の時は、直線 L の方程式は AX プラス C イコール0となって、X イコールマイナス A 分の C というのが直線 L が表す直線になります。ここですね。で、これと点 AX0Y0 の距離なので、ここから垂線を下ろした足を AH とすると、その距離は AH。イコール X0 マイナスマイナス A 分の C の絶対値取ったものになって、 X0 プラス AC の絶対値取ったものになります。はい、でこれは、この、距離の公式の元の式に B は0を代入したもの、代入するとこのようになって、それと一致するために、適するということができます。でそして次に A イコール0、B は0ではないの時は、直線 L の方程式は BY プラス C となって Y 座標イコールマイナス B 分の C となります。でこれすいません、ちょっと間違えて。でこっちを見ていただくと Y イコールマイナス B 分の C っていうのがこの直線 L が表すところとなります。これと AX0Y0 の距離は、
A から垂線を下ろした足を H とすると AH となります。そうしたときに AH っていうのはこの Y 座標、A の Y 座標 Y0 からこの Y イコールマイナス B 分の C を引いたものの絶対値となるので、はい、すいません、ここ抜けてましたけど AY0 プラス B 分の C となります。でこれは、これに、A イコール0を代入したもの、代入するとこうなりますに一致するので、これは A イコール0、 B は0ではない時も成り立つことがなります。とここまでしっかり証明しなければなりませんでした。といったところで、竹ちゃん先生からのその3の補足解説の方も終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。